にちは。香港の日本語教師のまさみです。元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第12課26番目のビデオです。教科書は台湾バージョンのみんなの日本語ね、ダジャダルユを使っています。台湾ではこれはね、中級2になっていますが、日本語バージョンではね、日本バージョンでは多分12課は中級1ですね。同じ内容ですから安心してください。で、ね、今日はと、ね、教科書台湾のではね、153ページです。153ページのね、このページをやります。これはの会話です。皆さん日本語の会話の練習楽しいですよね。会話の練習をしていきましょう。ではですね、とね、昨日と同じです。同じ内容ですね。苦情を言われて、こう、ね、言われるね、言われて謝ります。あ、ごめんなさい、すいません。それから事情は、そう、の中国語の習慣と違うんですよね。事情はのどうしてそんな失敗をしましたか、どうしてできませんかとか、無理ですかってね、理由です。理由のことね。で、理由を説明します。じゃあね、今日の会話を教科書ね、読んでいきますから、一緒にのシャドーイングしてください。いきます。答えもね、言っていきますから、答えを聞きたくない、このね、下の答えね、聞きたくない人はそうですね、今はここは聞かないでおいてください。いきます。2、レイ、早く席に案内してほしい。早く席に案内してもらえませんか。お待たせしてすみません。週末はどうしても混むものですから。それはわかりますけど、あまり待たされるとちょっと申し訳ありません。では次いきますね。まず全部読んでからこちらで説明していきたいと思います。1、自治会役員を引き受けてほしい。ちょっと自治会役員を引き受けていただけませんか。引き受けてもらえませんか、でもいいですね。引き受けていただけませんか。すみません、自治会役員はちょっと…てんてんてん、仕事をしているし、まだ小さい子供もいるものですから。それはわかりますけど、でもいつも断られるとちょっと…わかりました、じゃあお引き受けします。2番、貸した DVD を早く返してほしい。相手がね、友達ですから普通形で話しましょう。早く貸した DVD を返してくれない、また返してもらえない、遅くなってごめん、面白くて何回も見てたもんだから。それはわかるけど、あまり長い間借りられるとちょっと。うん、わかった、明日持ってくるよ。はい、いいです。ではね、こちらの見てください。もう一度ね、説明をしていきたいと思います。早く席に案内してもらえませんか。ここで何々ってもらえませんか、ね、ここ可能形にしてね、もらいます、もらえますですね。の案内して、こちらのね、白と緑ですけど、白い方がこちらも同じですよね。白とね、緑でね、でね、白い方はね、お客さんですよね。だからお客さんは目上の人、上の人ですね。ですからこれ手もらえませんかで十分です。でも反対だったらね、反対だったら案内していただけませんか、ね、手いただけませんか、あともう一つ手くださいませんかなどの方がいいです。敬語の方がいいです。でも今はこちらのお願いしている方の人がのお客さんですから、手もらえませんかで十分です、ね、で何々手もらえませんかはこう案内、これ皆さん案内はこれね、席に案内する、ね、
席に案内するの意味は分かりますか？今のレストランの入り口にいますよね、エントランスね、入り口にいて、でこの入り口からテーブル、席というのはシートですけど、テーブルのことですね。でテーブルまで案内するはね、連れて行きますね。あのテーブルです、あっちですじゃなくて、はいこちらです、一緒に行きましょうと言って、メニューを持って一緒に行って、はいこちらですどうぞ、あれはね案内すると言います。これ私席に案内、大学1年生の時に東京ディズニーランドでこのね席にね案内するアルバイトをしていました。とっても楽しかったです。留学生の皆さんね、1週間に28時間アルバイトができますから、よかったらね、学生ビザを持ってる人もね、日本ではアルバイトができるので、ディズニーランドとかね、楽しいからおすすめです。でね、続きいきましょうね。お待たせしてすみませんですね。お待たせなんですけど、おーでしょ、で待たせますね、お待たせでします。これ謙譲語ですよね、ハンブルフォームね、謙譲語です。でお待たせして、せはこれ、ね、待ちます、待たせます、見ます、見せます、同じね、この詞液形ですよね。 make you or let you wait ね、 make you wait で run に行った、ね、でお待たせしてすみません。週末ですね、週末はどうしても混むものですから、どうしてもというのはもう頑張ってたくさん働いてもとか、上手に、ね、こう上手に料理を、ね、早く出してもとか、どんな方法をとってもでね、ざんまと、ざんまずを言えとね、尋常とね、No matter how we handle it ね、どうしてもここで事情を説明するときにこれよく使う言い方です。このどうしてもと何々ものですからというのは文法の1番、私のこのビデオではね、これ26、15番でやってみました。このね理由を理由を言うとき、事情を説明するときの言い方です。どうしても何々ものですから本当にすみませんと言います。で次ですね、でそれは分かりますけど、このねそれは分かりますけどは、We understand、 我们明白了、 で、ね、でもと言いたいですね。分かりますが、ね、分かりますけど、けどでこの日本語の会話で皆さんね、例えばけど、しかし、でもって but ね、断句があるときに前と後ろどちらが大事だと思いますか？これ実は日本語だけじゃなくて英語でも中国でも同じなんですけど、これ逆説というんだよね。こう二字へって言いますか、日本語では逆説というんですけど、逆説の前じゃなくて後ろの方が一番言いたいことです。これテストの時もね覚えておくといいですね。例えばこの長い文章でこの文章の筆者の一番言いたいことは何ですかって、しかしながら、しかし、でも、がの後ろをチェックするとそこに答えが書いてあります。これ必ずです、覚えておくといいですよでね、なのでこちらはね、それは分かりますけど、これ、ね、分かりますはね言っているだけです。 Just saying I understand you ね、を明白了、でも自主しようね、を明白にね、で、情況。でも、本当に言いたいのはこちらです。あまり待たされると、点点点。で、この点点点が大事なんです。困ると言っています。なので、あまりというのは、そんなにの意味ですね。たくさんの意味の意味です。長い時間、ここではね。あまり待たされるとは、If you make me wait for such a long time、 そんなに長い間、ね、待たされる、これ待たされるというのは受け身にして嫌だ、困ったですね。で嫌だ、困った、迷惑だは、これは ね文法の何番、待たされるなので、これ142ページ、ビデオね17番ですね。17番のビデオで、これ何々られる、されるですね。
をやっています。これね、困ります、迷惑ですというあの言い方ですね。ではね、続きへ行ってみましょう。次はこちらですね。今ね、ホワイトボードね、香港にあるホワイトボードちょっと大きめなので2枚だけ書いています。なんか3枚書いて、多分このサイズで3枚書いたらビデオが20分で終わらない。私あの YouTube のビデオね、ターゲットの時間があって大体15分ぐらいなんです。なんか15分以上長くなるとみんな多分眠くなるよね、疲れてね。なので短く短くしたいと思っています。ではね、この次のね問題ですね、下の問題のところを、やっていきます。ここですね、このですね、この部分ね、問題をやっていきたいと思います。あ、問題をやる、ごめんなさい、問題をやるじゃなくて問題を説明したいと思いますとね、自治会役員はちょっとと言ってますね。でこの自治会なんですけど、これね単語の時にあの説明したんですけど、あの自治会というのはのね、あ、町の中で、ね、町の中で例えばね、町のなんかゴミの問題とか、例えば花壇、なんか花とかね、町の中にこう花を飾ったりしますけど、植えたりしてね、花とか、それからね、例えば子どもたちが使う公園、公園のこととか、あと何ですかね、例えば、自転車置き場とかな、駐輪場とか、そうね、あとは他に何だろう、なんか町全体の安全とか清潔とかね、清潔ってこうクリーンね、とかそういうことについてあの相談するところです。で自治会というのはなんか例えば市町村の中のこうなんか村とか町とかの一番小さいユニットです。だからあの家の近所の人だよね、ネイバーズね、隣住でね、近所の人がいろいろ相談したりする会議です。なんか人数多分500人とか1000人ぐらいのユニットだと思います、ね、でその役員というのは多分その偉い人ですね。自治会役員はちょっと点々点後に無理です、できません、やりたくないです、このちょっとよいでんっていうね、よいでんぷファンビエンあのあなんだろう、なんかこうちょっとってこうちょっとアリトゥビってあのできませんとか、したくないですでもいいですね。 でもここはネガティブな内容ですから、昨日のビデオでも話しましたが、こういうネガティブなこう断るときに、やりません、ダメです、好きじゃありませんというときは、ちょっと好きじゃありませんとか、ちょっとしませんとか、ね、言ってはいけません。なのでちょっと点点点としてくださいね。で仕事をしているし、この詩は何でしたっけ、話し言葉でスポークンフォームね、理由を言うときなどに使います。例えばこのペンね、これホワイトボードマーカーなんです。この、パイロットか、このパイロットのホワイトボードマーカーはのインクの色が綺麗だし持ちやすい、 easy to ね、持ちやすいし、ね、いつもこのホワイトボードマーカーを使っています。これ CC は理由を言っています。理由じゃなくてもいいんですね。例えばね、このみんなの日本語、みんなの日本語はいい本だし安いです。これとようざまら、ようざまらでね、It's like this and also like that、ね、状態を、ね、説明するときにも、ね、使ったりします。でもここでは理由です。で仕事をしています、そしてですよね、そして何だっけ、あ、まだ小さい子供もいます。で理由が2つあるね、ここ理由1番、ここに理由の2番目です。だからここね、死の方がいいと思います。もちろんここね、死じゃなくて手でもいいですよ。仕事をしていて、まだ子供も、小さい子供もいますから。で、からじゃなくて、これ、ものですから。ね、皆さん、この、ね、文法の1番、私のビデオでは15番ですけど、何々、ものですからは、からのでと同じ意味ですね。でも、からのでと、ものですから、ちょっと違うのは、からのでは、単純にシンプルにね、単純に理由だけを言っていますが、ものですからは使うシチュエーションね、状況がとても特別です。
これ今やっているこれね、謝るときね、謝らなければならないときに事情を説明しながら謝りたいときに何々ものですからと言ってください、うん、例えばね、この本ね、どうしてこの本を使っていますか、この本はね、いい本ですからね。でこれはごめんなさいとか事情の説明じゃないですね。普通の理由、その時にはこの本はいい本ですから、この本は素晴らしいので、みんなの日本語を使っていますというふうに言ってください。なんかごめんなさいという時には何々ものですから、例えばまさみさんね、どうしてパーティーへ来なかったんですか、ごめんなさい、熱が出たものですからとか、なんか何がいいかな、ただ遅刻しました、まさみさんどうして遅刻したんですか、すみません、昨日の夜遅くまで YouTube を撮っていたものですから、朝寝坊してしまったんです、なんかごめんなさい、すいませんという時に何々ものですからを使うといいです。で次ですね、じゃあお引き受けします、さっきもあったんですが、じゃあはいいよね、ナーマーでね、ゼンでね、前に必ずなんか条件があってね、で例えばなんだっけ、ここではでも例えばみんなが断っていて本当にやる人がいなくて困っているんですとか、あなた去年も一昨年も自治会の役員をこう断りましたよね、もう今年はそろそろやってもらわないと困りますよ、じゃあですね、で前に何かこう条件があって、でそんな条件だったら、でそのような条件なら、ね、如果じゃあやんだほうでなあまでね、 OK then、ね、if the condition if the situation is like thatThen っていうね、でじゃあですよね、ではと同じでね、それならとかね、でお引き受けします、でね、こう引き受けるは昨日のビデオでやりましたから、そちらを見てください。仕事をこれまだね、誰の仕事でもないとか、と他の人のものですね、仕事です、でも私の仕事を引き受けるです、ね、こうね、take over することね、引き受けで、おでしょ、おマスケします、お引き受けします、で謙譲語ですね、グループ1と2の使い方に、例えば書きます、私は I humbly、ね、I humbly write something、ね、お書きしますとか、例えば I humbly teach you、 お教えしますとかね、この風に使います。では2番ですね、遅くなってごめん、これ遅くなってごめん、ごめんなさい、すいませんの理由を手形にしますよね、ここにからは絶対使いません。遅くなりましたからごめんなさいとか、遅刻 したのでごめんなさい、そういう言い方はできません。必ず、てすいません、何々てごめんなさい、何々てあとありがとうございます、このように言います。あと、面白くて何回も見てたもんだから、このもんだからはもちろんこれね、同じです。ものですからのの NO だよね。NO ね、ものですから、それの O を取ったらんになるでしょ、でもんですから、もっとカジュアルです、もんだから、面白くてのくては理由です、面白いからね、面白くて何回も、もうはそう、たくさんの意味だよね、たくさんの意味ね、何回も何回もたくさん、見てたは見ていただよね、いいを省略しています。はい、ここまでにしましょう。今日の勉強どうでしたか。こんな風にね、謝る、皆さんがね、日本を旅行している時とか日本で生活している時に、こんなに誰か日本人に苦情を言われて謝らなければならないシチュエーション来ないといいんですけど、でももしそういう状況になったら、例えば学校で宿題を忘れたとか、会社でね締め切りに間に合わなかった、ミスターデッドラインとか、そういう時にはこの本当にすみません、何々しとかね、何々ものですから、本当にすみませんでした、遅れてすみませんなどを、ね、使っていってください。ここまで見てくれた人ね、LIKE しておいてくれると嬉しいです。高評価と言います、これ、ね、サムアップ、ね、ピッてしておいてくれると嬉しいです。で明日のですね、明日の予告ですね、明日はですね、この絵のページなんだけど、これはどうしよう、ちょっと考えますね。こちらをやりましょうか、このチャレンジですね。
内容はほとんど同じような内容ですが、この苦情とかね、説明とかを単語を変えてやるやつですね。準備しておきます。また明日一緒に勉強しましょうね。お疲れ様でした。じゃあ日本語の勉強頑張ってください。また明日ね。バイバイ。